皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャット TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂井先生、ギガスクールの影響もあって Chromebook を導入する学校が増えてるみたいですね。はい、そうみたいですね。実際のところキーボードが必須になったというところとか、あと初期設定といったところの負担がすごい少ないという理由で選ばれた自治体とか学校が多かったみたいですね。確かに初期設定の手間、負担が少ないっていうのは大きいですけども、逆に注意する点っていうのはどういう点なんですかね。はい、安いパソコンだなって思って導入しちゃったりすると、こう授業の活用の幅みたいなものがですね、出せなくなったりだとか、特にこう実際のところ Chromebook を使って創造的な授業という事例が少ないのも、そういったところの誤解があるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、広島女学院中学高等学校の今田秀樹先生です。今回は広島からリモートでご出演いただきましたよ。今田先生というと広島 の Google 教育者グループ、GEG と呼ばれるグループのリーダーをやってらっしゃる先生ですよね。どのようにですね、そのリーダーとしての仕事をこなされているのかお聞きしたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは広島女学院中学高等学校の今田秀樹先生。プレゼンタイトルは Chromebook の授業での活用についてテイマーモデルに当てはめてみましたです。今田先生お願いいたします。どうぞ。こんにちは、広島女学院中学高等学校の今田秀樹と言います。今回は Chromebook の授業での活用についてというところをお話しさせていただきたいと思っています。まず自己紹介ですが、私は広島女学院中学高等学校というところで保健体育の教員をしております。あとはですね、Google エデュケーターグループ GEG っていうのがあるんですが、そちらの広島シティのリーダーをしています。今回の動画のゴールですが、段階的な Chromebook の授業への導入の実践例を知っていただくということと、それを見ていただきながら自分だったらどうするかということをぜひ考えていただきたいなというふうに思っています。今回の内容ですが、本校のですね、Chromebook の整備について最初知っていただき、その後、私が授業でやっている活用についてご紹介させていただきたいと思っています。それでは最初に、広島女学院の Chromebook 整備についてお話しさせていただきます。本校はですね、広島市中心部にある中高一貫の女子校です。本校のですね、Chromebook 整備についてですが、今、一人一台端末環境が整っています。その内容ですが、こちらが指定した端末を一斉購入し、設定をした後、全員に配布している形になっています。個人の端末ですので、もちろん持ち帰りをしますし、基本的に自由に使っています。その他に共用の Chromebook が250台あります。そちらは放課後や休憩時間に自由に生徒は使うことができます。全館無線 LAN を完備しているわけではありませんが、無線 LAN につながる部屋やフロアを準備していて、生徒はそちらで自由に使っています。一人一台までの流れですが、2017年より G Suite for Education、現在の Google Workspace for Education のアカウントを取得しました。そこからアカウントの配布や共有 Chromebook の購入を進めていきました。当初は共有の Chromebook を教室に持っていき、授業で使用するという形をとっていました。2020年より中高を1学年ずつ購入していき、3年かけて1人1台を整備する予定でした。昨年度、コロナによる休校をきっかけに1人1台端末の重要性が議論され、急遽その秋に新たに2学年導入しました。今年度、5学年で1人1台体制となり、高3生は学校では共有端末を使うことで、1人1台環境はほぼ整ったといえます。本校の運用についてですが、基本的な立ち位置としては、教具として授業でのみ使うのではなく、文房具として日頃から使うというものです。大人が管理を抑制し、生徒自身の判断の機会を奪わないように、自らが自分の行動をコントロールできるようになってほしいと思っています。声かけの例として、ではですね、教師が授業中に今から Chromebook を開いてっていう声かけは極力しないようにお願いしています。学校という社会の中ではどうしてもですね、今から開いてっていうメッセージをかけてしまうとですね、授業中教員が指示した時以外は使用してはいけないというメッセージに取られてしまうことがあるので、
そうじゃなくてですね、どうしても使ってはいけないときだけ、今は閉じてっていうふうな声かけをするようにしています。このようなですね、大人のちょっとした声かけでですね、日常使いができるかどうかが変わってくるかなと思っています。あとはルールのようなものなんですが、約束としてこの3つだけを生徒には言っています。学習のためのツールであるということ、他人に迷惑をかけない、そして個人情報の管理に気をつけましょうということを言っています。それ以外は特に厳しい制限等はしていません。あとは教育のツールとしてはですね、Google Workspace for Education のみを入れています。基本的に自立を促しつつ緩く運用していくというところを考えています。それでは授業での活用事例の紹介に入っていきたいと思います。今回はこのセーマーモデルというものに当てはめてご紹介していきます。セーマーモデルというのは ICT 活用のレベルを示すモデルで、ICT 環境ごとにどのような学習が可能になるかを4つのタイプで示しています。S の代替はこれまでアナログだったものをデジタルに置き換えていくことを指しています。A の増強は ICT の活用によって扱う情報量が劇的に増え、学習の効率化など質的な向上が見られます。M の変容は扱う情報量が圧倒的に増えることによって学習内容の大幅な転換が行われます。R の再定義はさらに大きな転換が行われ、教育課程の転換が起こると言われています。詳しくは著名な方々が説明されていますので、そちらをご覧ください。今回は私が行った授業での Chromebook の活用をこのセーマーモデルに私なりの解釈で当てはめながら説明していきます。本校では Google Workspace を使用しています。その他の学習支援のアプリケーションは入れていませんので、基本的に Google Workspace のアプリケーションを利用することを前提としてお話しします。まずは S 代替です。こちらはプリント配布からデータ配布へということについて紹介します。Google Classroom でクラスを作り、授業で使うものは基本的にすべて生徒に配布します。これまで紙で配っていた授業プリントを PDF で配布したりする。というようなイメージです。実際の画面がこちらです。このような形で毎時間授業で使うものを送ります。ある日の授業で使ったものの詳細ですが、その日に使用するアプリケーションのリンクや授業用プリントの PDF、質問に回答してもらう Google フォームもあらかじめ送っておきます。授業で説明するためのスライドも基本的に配布するようにしています。このようにデータで配布することによって、生徒にとっては保存するのが楽になったり、欠席した時も授業で何をしたかが確認できるようになったりしていると思います。教員としても、プリント印刷の手間や、授業中にプリントを配布する手間が省けたり、提出物の管理とも楽になったりします。次は A の増強です。ここでは意見を収集、即共有についてお話しします。Google フォームで生徒に質問し、その回答を集め、それぞれの生徒の回答をスプレッドシートで他の生徒に共有することをしています。その場で生徒に他の生徒の回答を見せるだけなら、Google フォームの機能で他の生徒の回答を見ることができます。ただしこれは、そのフォームの編集者しか閲覧することができません。その場で一斉に共有するのであれば、この方法でもいいのですが、この方法では生徒が後から自分で見るということができません。そこで、私は Google フォームの回答をスプレッドシートにアウトプットされたものを共有するという形をとっています。こうすることで、いつでも自分のタイミングで他の生徒の意見に触れることができます。また、Google フォームは自分の書いたものを残しておくことができないので、後から自分の意見を確認したいときにも、この方法は有効です。これまでもこのように意見を回収し、他の生徒に共有するということはやっていました。しかし、その時は教員が生徒に書かせたものを回収し、それを読み、手書きされたものを打ち込み、そしてプリントにして配布するという手間と配布するまでの時間がかかっていました。しかし、この方法ならその授業中に即座に他者の意見に触れることができ、自分の考えを広げ、深めることができるようになります。はい、以上です。ありがとうございました。フォトブースで楽しい写真を撮ろう、東京成徳の広重です。はい、皆さん iPad にフォトブースというこういうアプリが入っているのをご存知でしょうか。
はい、こちらですね、写真を撮影できるんですが、特殊効果を選んで撮影することができるアプリになっています。実際どんな画面かというとですね、このような画面、9つの特殊効果を選んで簡単に撮影することができます。はい、こちらとても面白いんですけれども、数学の授業で実際にこのように活用してみました。はい、学校に潜む図形を探そうではなくてですね、作ろうということで、自分で日常のですね、風景を異なる視点で撮ってみようということで、まあ、学校いろいろな場所ありますから、とても面白いんですね。はい、こちら生徒たちが実際に撮っている様子です。はい、まあ、ミラー対称な図形を作ったりですとか、万華鏡ですね、はい、このように作ったりですとか、渦巻きといって、はい、こういうような複雑な図形を作ったりしています。はい、で、まあ、ただ撮るだけではちょっと面白くないので、それを動画にしてみようということで、クリップスや iMovie というアプリを使って動画にしてみました。こちらがですね、中学1年生の生徒が作った作品です。はい、このような作品作りを通して感性を育むということを大事にしています。数学でいうと、数学的な美しさを感じたり、身の回りに潜む数学を発見したり、それから自分のイメージを表現したり、そういう活動を通して感性を育むということが大事だと思います。そして数学を通して世界を広げて深めてほしいという思いで、このような授業をやってみました。ありがとうございました。はい、ということで、広島女学院中学高等学校の今田秀樹先生のプレゼン、岸田君いかがでしたか？はい、まさしく GEG で研修をされているような内容そのまんまかなと思いました。それにですね、保健体育の先生だといったところがすごくびっくりしましたね。また今日、運用の話の中で Chromebook を開いてって言っちゃダメだと、逆に、どうしてもダメな時だけ Chromebook 閉じてっていう声かけをしてるって、こういう部分大事ですよね。はい、せっかく Chromebook とかを使って新しい学びといったものを実現するところですから、そう、自律的な意識を持ってもらうために、こうしっかりとですね、その生徒中心の学びといったものをですね、実現するという上でとても大事な心がけだと思いました。ね、ぜひ参考にさせていただきたいですね。はい、といったところでお時間になってしまいました。IT チャズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.